ホルストブリュンナーは、ドイツ民主共和国国家人民軍地上軍の軍人。副国防省国家人民軍政治総局長を歴任した。最終階級は地上軍大将。シレジア地方、ブーフバルトナノに石膏の息子として生まれる。1943年から1946年まで小売省の修行を積む。ドイツ社会主義統一等に入党後。 ドイツ人民警察の警察官になる。1949年から1951年まで、ピルナの人民警察学校で政治将校を務める。その後、平衛人民警察へ入隊し、様々な役職を経て、1956年から1958年まで、第六自動車加速激兵士団政治部長及び副司令官を務める。 1959年から1962年までドレスデンのフリードリヒ・エンゲルス国家人民軍大学に徴工士官として所属。1962年から1965年まで国防省政治総局で部長を務める。その後3年間国境警備隊に転じる。ソビエト連邦参謀アカデミーで1968年から1970年まで学び。 軍事学士号を取得。1971年3月に少将に昇進後、第3軍艦区司令官代行及び政治局長を務める。1972年、国防省政治総局に移動。1976年3月の国家、人民軍設立20周年に合わせ、中将に昇進。同年、SED 政治局中央委員会候補に選出される。 1985年から1989年までハインツ・ケスラーの公認として副国防省及び政治総局長を務める。その間1987年3月に大将に昇進、国家人民軍で大将まで昇進した11人の一人になった。1986年から1989年まで国防評議会委員を務める。 ほぼ同時期の1986年から1990年3月まで人民議会議員も兼任した。ベルリンの壁崩壊後の1989年12月31日に退役させられた。東西ドイツ再統一後の1998年、ベルリン地裁でベルリンの壁での越境者射殺事件をめぐる裁判で懲役2年の判決を受けた。 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州ブランケンゼで死去。ありがとうございます。